これより第4クォーターに入ります。プレーナンバー4-1、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン相手陣44ヤード。三重ナイスです。中央へのランプレー、キャリア2番、しかしこれは三重80番がチャージし、約3ヤードロス。プレーナンバー4-2、佐藤建設セカンダウン13、ボールオン相手陣47ヤード。成功。ファースト、クォーターバック15番、プレーアクションから左側のネイキッド、そこからワイドレシーバー21番にパスを通し、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー4-3、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン相手陣30ヤード。フルバックのダイブプレー、原因は約5ヤード、キャリア33番。プレーナンバー 4-4、佐藤建設セカンダウン5、ボールオン相手陣25ヤード。パス成功。ファースト、クォーターバック15番、ワイドレシーバー21番にパスを通し、21番相手タックルを振りほどき、さらにゲイン、ファースト。プレーナンバー4-5、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン相手陣11ヤード。三重ナイスディフェンス。佐藤建設ランニングバック9番、ハンドオフを受け中央突破を試みましたが、この前に三重80番がチャージし、さらにロス。プレーナンバー4-6、佐藤建設セカンダウン14、ボールオン相手陣15ヤード。パス成功。クォーターバック15番、ワイドレシーバー1番にパスを通し、約5ヤードゲイン。プレーナンバー4-7、
佐藤建設相手陣10ヤードからサードダウン9。パス不成功。クォーターバック15番ワイドレシーバー83番のパスでしたが、このパスは通らず、フォースダウン4回目の攻撃と変わります。プレーナンバー4-8、佐藤建設フォースダウン9、プレーを選択します。ギャンブル、フィールドゴールではなくタッチダウンを狙います。パス不成功。クォーターバック15番エンドゾーンへのパス、しかしこれは三重77番がパスカット、4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。プレーナンバー4-9、三重自陣10ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック9番ワイドレシーバー19番へのパスでしたが、パスをキャッチミス、セカンドダウンに変わります。プレーナンバー4-10、三重セカンドダウン10、ボールオン自陣10ヤード。パス不成功。クォーターバック9番再びパス、しかしこのパスは佐藤建設パスカット、サードダウンに変わります。プレーナンバー4-11、三重サードダウン10、ボールオン自陣10ヤード。何バック26番ドロープレーによる中央突破、ゲインはしておりますがフォースダウンに変わります。ここでホイッスル。三重後半1回目のタイムアウトを取りました。
三重後半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4の12、三重フォースダウン3、ボールオン自陣17ヤードプレーを選択します。ギャンブル、パス不成功。クォーターバック9番、プレイアクションから右へのネイキッド、そこからパスを投じましたが、このパスは通らず、4回目のプレー失敗ですので攻守交代です。ターンオーバープレーナンバー4の13、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン相手陣17ヤード。クォーターバック15番、プレイアクションから何枠33番にパスを通し、約7ヤードゲイン。ここでホイッス。ここでウォーターブレイクです。プレーナンバー4の14、佐藤建設セカンドダウン4、ボールオン相手陣11ヤード。タッチアウト。クォーターバック15番、左にロールアウトしながらワイドレシーバー21番にパスを通し、21番そのままエンドゾーンに駆け込みタッチアウト。佐藤建設6点獲得。プレーナンバー4の15、佐藤建設トライ4ポイント。プレーを選択します。2点を狙います。2ポイントコンバージョン。2ポイント成功。ランニングバック2番、ハンドオフから左オフタックルを駆け上がり、そのままエンドゾーンに駆け込み2ポイント獲得。佐藤建設スタンディングベアーズ32点、三重ファイヤーバード0点。
プレーナンバー4-16、佐藤建設キックオフ。先ほど得点を挙げた佐藤建設のキックオフで試合再開です。キッカー83番、三重リターン。三重陣40ヤード付近でボールデッド。プレーナンバー4-17、三重自陣41ヤードからファーストダウン点。中央へのランプレー、キャリア9番、ゲインは約1ヤード。プレーナンバー4-18、三重自陣42ヤードからセカンドダウン点。パス不成功。クォーターバック9番、ワイドレシーバー81番のパスでしたがオーバースロー、サードダウンに変わります。プレーナンバー4-19、三重自陣42ヤードからサードダウン9。不成功。クォーターバック8番、中央へのロングパス、しかしこのパスは佐藤建設83番にカットされパス不成功、あわやインターセプトでした。プレーナンバー4-20、三重フォースダウン9、ボールオン自陣42ヤード。ここでホイッスル。三重後半2回目のタイムアウトを取りました。三重後半2回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4-20、三重フォースダウン9、プレーを選択します。ギャンブル。ボールオンは自陣42ヤード。パス不成功。クォーターバック9番、19番へのパスでしたがコントロールミス、フォースダウンでしたので攻守交代です。ターンオーバー。
プレーナンバー 4-21 佐藤建設ファーストダウンテン、ボールオン相手陣42ヤード。タッチダウン。何枠9番ハンドオフから右を2クロ駆け上がりまして、そのままサイドラインを走り独走エンドゾーンまで駆け込みタッチダウン。佐藤建設6点獲得。プレーナンバー 4-22 佐藤建設トライ4ポイント。タッチダウンの後のワンプレーです。プレーを選択します。2ポイントコンバージョン。エンドゾーンにボールを持ち込むと2点加点です。パス不成功。クォーターバック15番エンドゾーン1番へのパス、しかしこのパスを1番キャッチミス、パス失敗ですので6点止まり。佐藤建設スタンディングベアーズ38点、三重ファイアーバード0点。プレーナンバー 4-23 佐藤建設キックオフ、キッカー83番。三重リターン。三重陣40ヤードを超えたところでボールデッド。プレーナンバー 4-24 三重自陣43ヤードからファーストダウンテン。試合時間残り3分26秒。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。リレーオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。5ヤード抜体です。プレーナンバー 4-25 三重自陣38ヤードからファーストダウン15。パス成功。クォーターバック9番、ワイドレシーバー12番にパスを通し約5ヤードゲイン。
プレーナンバー 4-26 三重自陣43ヤードからセカンダウンテン。QB サック、クォーターバック9番パスを投じようとしましたが、これを佐藤建設91番が QB サック。プレーナンバー 4-27 三重自陣43ヤードからサードダウンテン。試合時間まもなく2分を切ります。パス不成功。クォーターバック9番ワイドレシーバー81枚のロングパス、しかしパスは届かず、パス不成功、フォースダウンと変わります。プレーナンバー 4-28 三重フォースダウンテン。プレーを選択します。ギャンブル、ボールオン自陣43ヤード。試合時間は残り1分52秒。パス不成功。クォーターバック9番、再びロングパスターゲット81番。しかしこれは佐藤建設12番がパスカット。4回目の攻撃失敗ですので、攻守交代です。ターンオーバー。プレーナンバー 4-29 佐藤建設ファーストダウンテン。ボールオン相手陣43ヤード。試合時間は残り1分45秒。ここでホイッスル。イエローフラッグ、反則は発生しております。ディレイオブザゲーム、オフェンスが制限時間内に始めませんでした。5ヤード抜体しファーストダウンやり直しです。プレーナンバー 4-30 佐藤建設ファーストダウン15、ボールオン相手陣48ヤード。中央へのランプレー、キャリア2番、相手タックルを縫うように走り約8ヤードのゲイン。時計回ります。プレーナンバー 4-31 佐藤建設相手陣38ヤードからセカンダウンファイブ。ナイスラン、ファーストラン。ランニングバック2番カウンタープレーから左オープンに展開、大きく前進しファーストラン獲得です。プレーナンバー 4-32 佐藤建設相手陣17ヤードからファーストダウンテン。
ランニング枠には再びハンドオフから左をフタックでのランプレー、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。ディフェンスの反則です。オフサイド。しかしこの反則を佐藤建設は取りまして、次はファーストダウン5となります。ここで佐藤建設後半1回目のタイムアウトを取りました。佐藤建設後半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4-33、佐藤建設相手陣12ヤードからファーストダウン5、試合時間残り13秒。タッチダウン。ランニング枠9番、フランカーの位置からジェットモーションスイープ、右オープン展開し相手タックルを縫うようにかわし、そのままエンドゾーンに駆け込みタッチダウン。佐藤建設6点獲得。プレーナンバー4-34、佐藤建設トライ4ポイント、2ポイントコンバージョン。中央へのランプレー、キャリア2番、セカンドエフォートでさらに粘りましたがエンドゾーンに届かず、トライ4ポイント失敗、6点止まり。佐藤建設スタンディングベアーズ44点、三重ファイヤーバード0点。プレーナンバー4-35、佐藤建設キックオフ。キッカー83番、試合時間残り4秒、リターンチーム三重がボールを触れた時点から時計は回ります。オンサイド。ここで試合時間がなくなりました。
試合終了となりまして、佐藤建設スタンディングベアーズ44点、三重ファイアーバード0点で佐藤建設スタンディングベアーズの勝利です。